あなたの今年の目標は今どれくらい進んでいますか？もう4月なので4分の1が進んでいないとペースアップをしていく必要があります。あれ、目標設定したっけな、どっちにしても忘れたか。だったら今すぐ私が人生を、あなたの人生を変えなければいけないので、しっかり聞いてください。実は9割の人が目標を持たずに毎日生活をしていると言われています。いやいや、健康に過ごすだったり、何事もなく仕事を頑張る、これは生きるですよね。生きるために生きるになってしまっている。でももちろんそれこそ幸せだっていう人はたくさんいるんですけど、少なくともこのビデオとブログで私たちが目指すものは、一歩でも二歩でも人生を前へ上へ進ませていくことなので、今日はこの目標設定の効果を格段に上げる秘訣をお伝えいたします。例えばあなたの目標が毎日30分走るや、毎朝新聞を読む、英語の本を一冊読み切る、これが素晴らしいことだと思うんですね。8割以上の人はこんな習慣ないですから、それだけであなたの強みになる。人と違う分だけしか人との差にはならないので、ぜひ続けてほしいなと思います。ただこれをさらに効果を上げる秘訣をお伝えします。でそれは行動思考ではなくて結果思考にするということです。この30分走るとか新聞を読むは達成できますよね。よし、30分走ったとか、週のうち2日間は走れなかったとか、新聞も毎日読んでる、今日はちょっと、ね、読めなかったな、だけど基本的には読めてる。でそれを客観的に測ることができないんですね。よし、まあまあ80点ぐらいかな、じゃあ次行こうって形になってしまう。けれども結果、例えばハーフマラソンを時間内に走り切るとか、ビジネスについて10年上の先輩と対等に話せるようになるとか、このような目標を持っていると、もしそれができなかった時にハーフマラソン最後のところで時間減になってしまったとか、話をしている時に法律について自分が弱いなって思ったとか、で自分の弱点、足りないものが分かってくるんですね。でそれを今度は重点的に時間やお金をそれにかけていくことによって、自分がどん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 スキルアップしていく、これこそ目標の最大の目的だと思うんですね。だからぜひこの結果を今すぐ置いてみてください。でその結果に対して今自分はどれくらいなのか、でこうしていけばいいのかというのが見えてきます。結果があるので、さらにそれを高い結果にしてしまえば、そこから引っ張り上げてもらえるんですね。あ、今の自分でこれが足りないんだなということで、時間やお金や体力っていうのをそれに焦点を合わせることができる。9割の人は目標ないですから、毎日はただただ垂れ流しにしてるだけなんですね。あ、今日も疲れたな、今日も頑張ったな、自分へのご褒美っていう感じですよね。そうじゃなくて、それを目標に対して全部注ぎ込む、フォーカスすることによって気づけば、あいつあれすげえよなとか、あ、いつあいつあんなの覚えたのと、誰かに何かで覚えてもらえるようになります。だからぜひこの結果思考という秘訣を使ってみてください。そしてこのような秘訣は毎日このブログやビデオで言葉にしています。それは知識であったりノウハウであったり考えであって、ぜひこれを毎日実践、一緒にしてみてください。でこれで自分が変わっただったりとか、まあ、あなたも変わるし、私も毎日毎日変わってやろうと思っているので、一緒に進んでいけたらいいなと思います。それが私の求める結果です。これからもよろしくお願いいたします。